セブンノーツというアプリです。で、起動したらこの真ん中のニューというボタンを押しましょう。そして、3つ出てくるんですけれども、この真ん中の2からの文章といきましょうか。ここで、2つの枠を選択できるんですけれども、じゃあこちらを選択してみましょう。そうすると下にですね、このように枠が表示されます。ここに文字を書いてみましょう。例えばアップバンクでエンター、フトバンク、ここで例えばここのボタンをタップすると色を変えられたりするんですね。こんにちはとか点で先を書きたかったら、こう下をこうスクロールしても OK です。私は点点点色を変えたり、太さも変えられますね。こんな感じですね。でさらに他の機能として、この左から2番目のボタンを押すとですね、変換ができるんです。具体的に言うと、例えば私は、私はって出るんですね。私は例えば光っていう字を書いたとしたら、これ先になっちゃいましたね。おそらくこう出てくるんですよ。こっち光だ、光。ではもう少し長い文章を書いてみましょう。例えば東京駅、名古屋まで丸、これでもいけるんですね。すごいですね。非常に便利です。さらに枠を書いてですね、どんどん書き込んでいくこともできるんですね。こんな感じですね。さらに文字だけではなく、写真を入れることもできます。このイメージユニットというのを選択して、場所を選びまして、写真を選ぶと、そうするとこのように下に女性の例えば写真を入れたりできるわけですね。さらにその下にテキストの項目を入れて、ここにこんな風に文字を入力することだってできるわけです。非常に便利なアプリで、手書きとこのようにちゃんとした文字を含めた上でテキストを書く、さらに写真を入れたり、ウェブページも入れることができるんですけれども、そういったように自由に書類を書くときには、普通のアプリではなくですね、こちらのセブンノーツというアプリを使ってみるととても便利だと思います。ぜひご活用ください。